アナちゃん、もうすぐ MA 社だけど潜入準備はできてるの？もちろんできてるよ。で、あれ？なんで今回はテレサの式なの？姫子おばさんは？誰がおばさんだって？これで2回目よね。次行ったら許さないわよ。とにかく ME 社は非常に危険だから、私が一緒に潜入するわ。あなた一人じゃ自分がどう死んだのかすらわからないでしょうしね。私も参加するよ。3人揃ってこそのバルキリー招待だからね。微笑みで十分よ。ありがとうって言えないのかしら。素直じゃないんだから。おしゃべりはそのあたりまでよ。任務開始前に現在の状況を説明する。情報部門が確認したところ、ネゲントロピーにさらわれたメイ、ブローニャ、ウェンディの3人は現在 ME 社の本社ビルに閉じ込められているの。残念なことに、天命は今ネゲントロピーに宣戦布告する用意ができていない。だからって取り返さず我慢するわけない。まずはビルに潜入すること。ヴァルキリー3人の救出はその次。まあチャンスがあれば悪ふざけもしていいからね。了解。最後の一言はシスターが言うことじゃないですよ。そんな小さいことは気にしない。私と少佐が参戦するとはいえ、 ME 社の本社ビルは警備が厳重だから準備をする必要があるね。まずはビルの周辺を探索して潜入方法を見つけ、内部構造を探索しよう。戦いに適した。いえ、まだです。 ME 社のビルは本当に鉄壁ですね。全ての通路に強力な守備部隊が配置されています。さすがはネゲントロピーの本部です。つまりそう簡単には潜入できないってことね。そうだ、学園長、一つ質問があるんだけど、前にニュースでME 社の CEO はライデン・リョーマだと聞いたことがあるんだけど、
あれはメイ先輩のパパでしょ。どうしてメゲントロピーはメイ先輩を父親の会社に閉じ込めているのかしら。ああ、確かにそうね。それにしてもまさかティアナもニュースを見るとは。ニュースが全て本当とは限らないよ。ちょっと待って、この話題ってデリケートなもの？まあ機密事項ではあるけど、全く話せないってレベルじゃない。その件については調査が済んでいるわ。表面上ライデン龍馬は経済事件を起こして投獄されたことになっているけど、実際はネゲントロピー内部の人に陥れられたの。ライデン龍馬が ME 社を率いていた頃、天命とネゲントロピーは割と平和な関係を保っていた。その後カカリアが彼から主導権を奪い取ったの。しかしカカリアは過激で急進主義者だから、何度も私たちと摩擦を起こしたってわけ。今回の事件もカカリアが計画したものでしょ。カカリア、その名前どこかで聞いたような。戦いに適した日よ。こんなこと絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。まだ入り方がわからない。今回の任務は難しいね。 ME 社の周辺でだいぶ時間を無駄にしてしまいました。このままではネゲントロピー部隊に見つかってしまいそうですから、まずは一時撤退しましょう。ダメ、このまま帰ってたまるか。帰らないから。私一人になったってメイ先輩を助けに行くんだから。なりすぎると何事もうまくいかないよ。そうです、落ち着いてください。え、あ、ブローニャちゃん、ブローニャちゃんなの？ ME 社の警備は非常に厳重ですが、ブローニャがご案内します。よかった。どうやって潜り込もうか頭を抱えてたの。待って、信じられないわ。以前この子が操られていたからメイがさらわれたのよ。しかもなぜこのタイミングで迎えに来たの？姫子少佐、ブローニャを信じてください。ブローニャはただメイ姉様を救いたいだけです。姫子、話し方からしてブローニャちゃんは操られてないみたい。それにブローニャちゃんは私たちよりメイ先輩を救いたがってるはずだよ。本当にしょうがないわね。
どの道みんな決死の覚悟はあるんだから博打だと思っていこう。ではまずビルの C7 ゲートに急いでください。簡単な任務じゃない。嫌な予感がする。ブローニャのことが心配なの。確かに罠の可能性が高いわね。罠だとしても心配ご無用、あたくしがいるからね。罠だと判明したらすぐ壁を破って逃げ出せばいいのよ。今日のテレサ、ずいぶんエキサイトしてるね。自分で任務を遂行するのがかなり久しぶりだからじゃないかしら。そういえばテレサもバルキリーだったんだね。そうよ、現役時代の彼女はそそっかしいところもあったけれど実力はとてもあったの。 S 級バルキリーになる話もあったんだけれど、その原因は。姫子少佐、おしゃべりはそれくらいにして。要は私がすごいってことをティアナが知ってくれればいいんだよ。簡単な任務。天命もこんな武器が開発できたらバルキリーが戦場に立つ必要がなくなるんじゃないかしら。残念ながら2人
能よ。天命も無人操縦の崩壊エネルギー兵器を開発しようとしたことがあるけど、すべて失敗に終わった。まず無人兵器の崩壊エネルギー利用率はわずか 20%。 そして崩壊エネルギーが不安定なため、兵器の物理構造が壊れ、兵器は1回と2回の使用で捨てることになる。とても経済的とは言えないね。天命の長い研究の中で、崩壊エネルギーの容器コンバーターとしてバルキリーの体が最適だということが分かったのよ。崩壊エネルギーはバルキリーの体内でのみ安定した状態で保存できる。しかしその代償として、媒体にされた人の体は崩壊エネルギーの侵食を受け続けることに、寿命も縮み若いうちに死んでしまうのよ。え？そんなこと知らなかったよ。まさかネゲントロピーのやり方の方が正しいの？ネゲントロピーの崩壊エネルギー利用率はずっと天命より低くて、大量の資源を投入しても利用率は 20% しかない。でも人間を媒体として大幅に使おうとはしていない。ネゲントロピーを創設した年よりも天命より人情味のある人だったからね。まったく残念なことね。ヤッホー、絶対メイ先輩に近づけて。舐めないよ。ここで終わりです。ブローニャ、C7 ゲートに着いたわ。パスワード、
XCVF 権限認証ドアオープン。開いた。やった。ビルに入ってからはもっと注意しないと。ブローニャはあなたたちにビルの地図を送ります。メイネー様は3階の実験室の中です。ブローニャはその実験室のドアを開けますので早く向かってください。現在研究員がメイネー様を解剖し体内から律者のコアを取り出そうと準備を進めています。そんなことさせない。安心して全力で実験室に向かうよ。メイ先輩助けに来たよ。簡単な任務じゃな。やパスワード GHDDD 権限認証ドアオープン。実験室への通路が開いたわね。待って、気のせい。入ってきた通路が閉じられた。まさか罠。タイロが。キアナはいつもバカだって聞いてるけど、肝心な時は賢いじゃない。この声はブローニャちゃんを操ってる人。なるほどね。あなたがカカリアさん。その通り、私がカカリアよ。そちらはテレサ・アポカリプス。おやおや、まさかの大物がお出ましなのね。優秀な戦士だったと聞いていたけれど、軽率にもこんな罠にはまるとは名ばかりのようね。人間な狐だと聞いていたが、確かにそれよ。しかしここまで豪華な餌を用意されては食いつかないのも失礼です。罠にかかったのは確かにいい気はしないけど、ことは簡単になったわ。実験室に入りメイを救えば、あとは脱出の道を作るだけ。 ME 社ごと破壊してあげるわ。まだそんな大口を叩けるのね。大口かどうかはすぐにわかるわ。じゃあ実験室でおもてなしするわ。来る途中で命を落としてがっかりさせないことね。ヤッホー、本気で私に勝てると思ってるの？なめるなよ。
目標録音。はりゃ、かかりましたね。雑魚です。ゲームはここで終わりです。簡単な任務じゃない。に応えようぞ。ヤッホー！ハッカーズタイム！私は律者の価値を全く分かっていない。奴らの自然を操る力の源さえ解明すれば、人類の科学技術も飛躍的に進歩することになる。ブローニャ、奴らを仕留めなさい。ブローニャちゃん、操られるな。
頃に両親を亡くしたブローニャにとっては、カカリアはお母様そのものです。でも、ブローニャは優しくしてくれたメイ姉様を傷つけたくない。だから、ブローニャはもう戦わない。キアナ、今のうちにメイ姉様を連れて脱出してください。ブローニャは、すでに自分のバイオチップを破壊しましたから。ふざけないで！バイオチップはあなたの脳内に直接埋め込んであるのよ。そんなことをしたら、まさか死ぬつもり？ブローニャは、自分の命よりもメイ姉様の方が大切です。メイ姉様を傷つける命令には、もう従いません。さようなら、メイ姉様。キアナ、メイ姉様を、頼みます。失ってる。どうしてこんなことに。畜生！どんな先進科学でも人の心を勝手に操ることはできないみたいね。早くここを離れましょう。ブローニャの脳はダメージを受けているけど、まだ絶望するには早いわ。セイフレイヤ学園に連れ帰ってすぐ手術を受けさせれば回復の望みはあるはず。そう簡単に出られると思ってるの？まあいいわ。どうせ第四律者がまだいるから実験を早めることにしよう。ちょっとウェディに何するつもりなのよ。簡単な任務じゃない。やばっ！え？キアナ！簡単な任務じゃな。やっほー！
次はあなたの番です。に応えようぞ。不意を打つぞ。やあ！ハッカーズタイム。ふっふっふっ。ハッハッハッ。やあ！はい。了解。ハッハッ。ふっふっ。これはあなたの分。あとはブロニーがもらえる。見たい人はいますか？了解。目標6番。はや。ゲームはここで終わりです。ブローニャお姉ちゃんとお話しさせてください。ウェンディ、なんで通信にアクセスできるの？どこ？今助けるから。分かったんです。残念だけどブローニャは怪我してる。通信ができないの。何か話したいことがあるなら代わりに伝えるよ。ニュージーランドでブローニャお姉ちゃんが私を攻撃してきたのは操られてたからです。私はもうその真相を知ったと伝えてください。私恨みませんから。でももう会える機会がないかもしれませんね。戦いに適した日和じゃ。この一撃で勝負を決めようぞ。この程度の敵、心配には及ばぬ。テレサ先生、お久しぶりです。そうだね、あなたをオセアニア支部に移動させて以来。ちょっと確認したいことがあるんですが。でも…そう、ご明察。あの時デザイアジェムの埋め込み実験に参加するよう推薦したのは私なの。あなたが私の生徒の中で最も優秀だったから。やはりそうなんですか。謝っても仕方がないことは分かる。
より多くの人を守るためには一部の人の犠牲が必要なの。それが私のずっと背負い続けている人生。先生はずっとそうですね。表面上は何事もないかのように装って、でも心は強くて。それじゃ最後に改めてこれまでのご指導ありがとうございました。簡単な任務じゃ。次はあなたの番です。キアナさん、ウェンディ、私に残された時間はありません。最後にお話ししておきたいことがあるんです。よく覚えておいてください。何日か前、テザイアジェム内部の崩壊エネルギーの力で歩く力が回復しました。その崩壊エネルギーの力でブローニャお姉ちゃんを回復させられたら、もしデザイアジェムを手に入れる機会があったら、どうか。私が切れちゃった。敵が勢いづいてきたようじゃ。やあ！さっきのプレゼントは喜んでもらえた？プレゼントって、まさかウェンディちゃんとの通信？正解。私の大いなる慈悲に感謝すべきじゃないかしら。ウェンディの遺言を最も愛するブローニャちゃんに伝えられて。
あら、言わなかった？もう第四日者は殺したの。もう体内から崩壊エネルギー結晶は取り出したわ。そのデザイアジェムね。取り出したって使えないでしょ。それは天命の技術力が足りないだけよ。私たちはとっくにデザイアジェムを機械に使う技術を開発したわ。でもこんなに楽に手に入ったなんて、本当あんたたち天命のおかげだわ。狂ってる。エネルギーのために罪のない人間を殺したなんて。あら、天命に復讐するのが彼女の願いだったのよ。代わりに実現してあげただけ。それだけじゃなく、最後は最愛のブローニャちゃんともお話しさせてあげて。まあ残念ながらその言葉ももう届かないようだけど。デタラメ言わないで。キアナちゃん気をつけて。こんな大きなロボットが動かせるなんて信じられないわ。じゃあね、私の新しい作品にせいぜい遊んでもらって。そうそう、この子の名前は MSR7 デウス。たっぷり実験データのサンプリングさせてちょうだいね。じゃあよろしく。ここで終わりです。苦戦の末、ネゲントロピーの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは、聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には、天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは、学園長ですら知らない、機密事項であった。